そもそも緊急事態宣言下のオリンピックって一体何なんだ？はい、こんにちは。そしてこんばんは。白坂和也です。7月7日、東京都のコロナ感染者は一気に920人まで増え、政府は東京都に緊急事態宣言を発令する方針を決めました。この緊急事態宣言も今回で4回目ですよ。4回目。菅政権になってからは3回目。しかも菅政権は一度も定額給付金を支給しておりません。さらに飲食店への支援金も遅れている中で、また政府から休業を要請されることになります。そんな中でも東京五輪は行われる。東京都内は無観客で行うことで調整に入ったとか。そもそも緊急事態宣言下の無観客のオリンピックなんて、なんともシュールですよね。この後に及んでもオリンピックにこだわる日本政府や IOC はもう完全に狂ってますよね。そんな中、柔道のメダリストであり日本オリンピック委員会 JOC の元理事山口香織さんが鋭い発言をしています。自分の考えを率直に語ることで知られるスポーツ界きっての論客、この山口香織さんについてはこの動画でも何回か取り上げました。そんな山口さんは実は6月25日に10年の任期を終えて JOC の理事を退任していたんですね。それだけに今回の山口さんの発言はさらに鋭さを増しています。まず最初に山口さんは東京五輪はやるやらないの議論もなしにずるずると来てしまったと指摘。このようななし崩し的な進め方は徒労感を生み、日本人の自己肯定感の低さにもつながっているといった見方をしています。これはどうせ何をやっても何を言っても無理という低い日本人の肯定感のことなんです。またですね、バッハ会長についてはかなり辛辣なことを言っています。最近バッハ会長は世界の大会関係者に向けて書簡を送ったようで、そこにはこう書かれておりました。世界中の人々の目は私たちに向けられ、行動一つ一つが注意深く見られる。山口さんはこの言葉こそ IOC が肝に銘じろとかっぱしているんです。バッハ会長は日本で最も高級なホテルの最も高い部屋に泊まり、オリンピックスタジアムでも VIP ルームが用意され、移動は全てハイヤーだったりする。そんなバッハ会長に対し山口さんは、そこまでのおもてなしが必要なのか、自問するチャンスだろうと鋭いツッコミを入れているんですね。そして五輪の時だけはビジネスホテルに泊まって庶民の気持ちを知れと、日本には温泉付きのビジネスホテルもあるぞと最高の皮肉を浴びせかけているんです。緊急事態宣言の期間は7月12日から8月22日まで。これが4回目の緊急事態宣言となります。これによって酒、カラオケを提供する飲食店については酒類の販売が原則停止されます。この原則停止の原則って一体何なのか。7月8日の菅首相の記者会見によると、それは地域の自治体の判断だといった極めて曖昧な基準が適用される雰囲気が漂っているんですね。そしてこの曖昧な基準こそが緊急事態宣言をマンネリ化させ、
失敗につながる大きな原因になっています。しかも現実的には個人経営の小規模な居酒屋などは政府の要請とは裏腹に通常営業に踏み切っている店も少なくありません。それもそのはずで、少ない支援金では到底採算が合わず、しかも支給が遅すぎる。このままでは店が持たないとの理由で営業に踏み切っているわけです。そういった店を責めることなんかできるでしょうか。さらに我々一般国民に対する定額給付金についてはどうでしょう。昨年2020年の春、国民1人当たり10万円の定額給付金が支給されましたが、菅政権においてはそのような議論が全くなされておりません。菅政権は不毛な要請を我々に連発するだけで、金銭的な支援をとにかくしたくない政権なんです。菅首相としては給付金なんて当てにしないで、とにかく自助で何とかしろと言いたいんでしょうね。そのくせ利権が絡む東京五輪は特別扱い。新聞各紙は東京五輪は原則無観客と書いていますが、ここでも原則が登場します。とにかく例外を担保したいという意識の表れでしょう。菅政権が進める東京五輪は失敗する予感で満ち溢れています。仮にですね、東京五輪を完全な無観客で行ったとしても、感染のリスクは非常に高いと言えるでしょうね。東京五輪と同じようなバブル方式で開催されたサッカーの南米選手権コパアメリカでも感染が拡大する事態となっているからなんです。このバブル方式とは、選手やコーチといった大会関係者を大きな泡、つまりバブルで包み込むように隔離して外部の人間と遮断するという方法。泡はすぐに弾け飛んでしまうように、このバブル方式もまあどこかの学校主催が考えたいわば机上の空論です。で、それでですね、この南米10カ国が参加するサッカー南米選手権では、このバブル方式が採用され、選手の行動は宿泊先と競技場に限定、試合は無観客、48時間ごとに PCR 検査が義務付けられたにもかかわらず感染者が相次ぎました。大会は6月13日に始まっていますが、6月19日に140人、6月21日にはなんと166人といったように感染が急増しました。なぜそのようなことになったのか。答えは簡単、選手がルール違反をしたからです。ある選手はルールを破って勝手に外出し、街を出歩き、また別の選手は外から美容師を招いて散髪をしていたとか、この美容師も美容師で7人の選手の髪をきれいに散髪してやったなんて言っており、バブルの中に入るのはとても簡単だったと言っています。結局のところですね、ルールを作ってもそれを破る人間は必ず出てくるし、さらには選手たちを外界と完全に遮断するなんて、少し考えれば物理的に不可能なことは誰にでもわかること。バブル方式は人間の行動原理を無視した机上の空論、政治的なアリバイ作りなんです。ちなみにですね、サッカー南米選手権は7月10日まで続きます。この大会での感染者は一体何人まで膨れ上がるんでしょうかね。あのですね、もう思った通りの事態になってしまいましたね。思った通りの事態になってしまいました。緊急事態宣言が発令されているその中で東京オリンピックをやってしまうと、もうこれってもうとっ
てもシュールですよね。もうすごいシュールだと思いますよ。で、本当に東京五輪ってやるんですかね、もうこの後に及んで。僕はね、もう未だに信じられないんですよ。もう全く実感できないですね。もう圧倒的な違和感しかありません。で、7月8日の日に、例によって IOC のバッハ会長が来日しましたと。で、夜に、五輪の五者協議をやって、東京都内の会場は、まあ、すべて無観客でやりますよと。まあ、そんなことが、まあ、ほぼほぼ決定されたようなんですね。で、同じくこの日は、緊急事態宣言の発令が決定されて、夜に菅首相の記者会見が行われましたと。で、この時ですね、この時に菅首相はかなりもうとんでもないことを言ってるんですよ。で、何と言ったかというと、ワクチン接種は先進国で日本はとっても速いスピードだといったような意味を言っていたんです。でもね、もう実際全然違うんですよ。で、実数で言えばもうアメリカが一番ですし、あと接種のペースで言うとカナダが早いんです。で、日本はもう今でもですね、 G7 の中でもうダントツの最下位なんですね。で、瞬間風速的に1日100万件なんていう、まあ、数字も記録したんですけど、で、今となっては逆にワクチンがちょっと足りないななんて言ってますから、だからワクチンのペースはまたこう下がってきますよね。で、こう言ってはなんですけど、東京五輪ってもう別な意味でもう見物になっちゃってるんですよ。で、菅首相の言うワクチンっていうのは、まあ結局東京五輪にはもう全然間に合いませんと。で、バブル方式も、まあこれもですね、もう本当保証してもいいんですけど、必ず破られます。もうどうやっても、もうバブル方式は無理ですし、本当どうやって東京五輪をハンドリングするんですかね。で、菅首相はもう今からですね、五輪の責任の取り方を本当考えておいた方がいいと思いますよ。安倍晋三みたいに責任は私にありますみたいなことを言いながら責任を取らないっていうのはもう絶対に通用しませんからね。本当悪い意味で見物になってしまった東京五輪です。皆さんはどのように感じているでしょうか。それではまたお会いいたしましょう。